アドデック9を世に発表した創薬センター長の木戸もまたその莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、その正義の名のもとに。思ってたより随分ひどいな。黒岩が来たんだって？ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ、チキシュ。木戸は連れて行かれちまった。そっちは何があった？ショーノの秘密ラボを見つけた。でも警察はそこを捜査しない。なんで？知見の検事生もアドデック9の一味だった。だと？残ってた証拠も今頃綺麗に消されてんだろうな。八神さん、それとは別にもう一つお知らせがある。なんだよ、杉浦がどうかしたか？ああ、こいつは杉浦じゃなかったんだ。ああ、お前寺沢恵美の弟だったのか？なんで隠してたんだよ。もともと僕は八神さんに思い出してほしかったんだ。何を？姉貴を死なせたことだよ。インチキ弁護士が人殺しを野放しにした。そのせいで恵美は焼き殺された。ああ、そうか。続けてくれ、俺に遠慮はいらねえから。あの事件の頃僕はずっと引きこもりのニートでさ、そんな僕にさえ姉貴はいつも優しかった。なのにある日、真っ当に生きてきた姉貴が本当に急に理由もなく殺された。どんなに理不尽なことが起きても世の中は何の問題もなく回り続ける。そんな社会が僕はますます嫌になったよ。もしかして窃盗団に入ってた理由はそれか？まあね、少なくとも僕は世のため人のためって気分では生きてなかったから。エミが殺された時、八神さんは僕にも僕の親にも謝らなかった。じゃあそん時に会ってたのか、お前ら？そうだよ。ただ当時の僕は顔も見えないようなロン毛でメガネ、今とは別人だったからね。出なきゃ忘れてない？人殺しをかばうのか？あんたも人殺しの仲間だ。あんたらからそんな風に言われるのがあの頃一番答えた。けど大久保君は無実を主張していた。その弁護を受けてた俺が謝るわけにはいかなかった。俺が謝れば大久保君の有罪を認めることになる。じゃあ裁判が終わった後は？謝らなかったな。俺はあの後何もかもから逃げてた。そうだよね。八神さんは法廷からも離れて社会的に抹殺されてた。大久保にも死刑判決が出て、だから僕もそれで納得するしかないと思ってた。じゃあまたなんでターボーの前に現れたんだ？あんたが、八神さんがモグラの事件でまた法廷に戻ってきたからさ。ヤクザの頭を無罪にしたとか言って
弁護士として戻ったわけじゃない。そんなの肌からじゃわからないよ。だからどういうつもりなのか確かめてやろうと思ったんだ。もしもエミのことすっかり忘れてまた当たり前のように弁護士に戻るつもりなら、自分のやったことを思い出させて必ず思い知らせてやるって。それが俺らに近づいた理由か。そうだよ。それに大久保の様子も知りたかった。ちゃんと毎日死刑に怯えているかをさ。弁護士なら死刑囚とだって会えるからね。なのにその大久保に冤罪の可能性が出てきたってわけか。あんたたちといなきゃ気づきようがなかった。皮肉だよね。事件から3年も経って真犯人が出てきた。しかもそいつは翔の、ありがたい新薬の開発者だ。この先世界に感謝されて生きていくんだよ。エミを何度も刺して火をつけた男が。大丈夫だ、みんな真実を知りや奴の正体に気づく。今日人殺しのあいつを守るために敵は一丸になって証拠を握りつぶしたよ。都合のいいように真実をねじ曲げてみせた、僕の目の前で。なら真実なんて追うだけ無駄だ、クソくらいだ。そうでしょ八神さん、違う。俺はさ、杉浦、エミちゃんが死んで以来真実を追うことからずっと逃げてた。突き詰めれば彼女を死なせた責任が俺にあるかもしれなかったからだよ。そんなのとまともに向き合うなんてできなかった。ターボ、でもやっぱり誰にでも一つや二つ絶対に目を背けちゃいけない真実っていうのがあるんだと思う。そいつと向き合って初めて前に進めることもある。お前が俺に近づいてきたのも心のどこかで真実をはっきりさせたいってそう思ったからじゃねえのか。もしそうなら俺らにはまだやるべきことが残ってる。無駄でも何でもやっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。でも八方塞がれたぜ。それがどうした、なんとかするだけだな、タボ。ああ。おい、参ったな、こりゃ。真冬からだ。どうした？森田検事生のことで話が。お前、まだカムロ町にいるのか。うん、テンダーにいる。それで、今から来てくれない？私、監視されてるみたい。監視？うん、店に入るまでずっと見られてた。気のせいじゃないと思う。また厚労省で雇ったホームレスたちか。それとも検事生の手先かもね。分かった、すぐに行く。ありがとう。聞こえてた。俺も行くぜ。東は杉浦を見てろ。え、ちょ、え、え、ありがとう、来てくれて。外どうだった？誰か見張ってたりとか。どうかな、今は大丈夫そうだった。隣いいか。顔腫れてますけど。ああ、ちょっとな。森田検事生のことで話があるって、そう言ってたよな。うん、今夜の検事生見たでしょ。
今までのあの人からは考えられない態度だった。別人みたい。まるで法よりも政治の方が大事みたいな。ああ、検事生はアドデックナインに取り込まれてる。あの人は私が検事を目指すきっかけを作ってくれたの。母がひき逃げに遭った時、まだ小さかった私を勇気づけて導いてくれた。そうらしいな。ただそんな検事生がなぜアドデックナインに着いたのか、私一つ心当たりがあって。ん？もう10年くらい前、検事生の身内がある事件を起こしたらしくてね。もしかしたらそれが森田検事生を動かしたのかも。どういうことなんだ？待って、私も細かいところまでは分かってないの。この後に及んでいい加減なこと言いたくないし。それでその事件を担当してた元刑事とさっき連絡が取れたの。今から私に当時の捜査資料を渡してくれるって。どこで？神室町の児童公園。ただ私監視されてるみたいだし、一人じゃちょっと。つまりあれか、俺らに用心棒やれって？ええ、そのつもりだったけど、海藤さんはその状態だと。こんな怪我くれになんでもねえ。引き受けたな、タボ。事件の資料俺らにも見せてくれるか？もちろん。わかった。ならエスコートする。よく言うぜ。損得じゃねえだろ、真冬ちゃん守んのは。どう？怪しい人とかいない？どうかな。いや、俺ら呼んで正解だったぜ、真冬ちゃん。早速かかってくる気だな。ああ、監視だけなら近づいてこねえだろう。もしかしてこっから公園までずっとこんな感じか？私どうしてたらいい？ちょっとだけ離れてな。すぐ片付けっか。やるぞ、海藤さん。俺にはないのかよ。海藤さんもしっかり。はい、来た。よし、真冬ちゃんも見てることだし気合い入れてっか。待ち合わせはこの辺り。相手はもう来てるはずだけど。元刑事っつってたっけ？うん、宇沢さんですね。ああ、
そうだよ。ん？あれ？あ、馬好きの探偵？八神探偵事務所。あんた元刑事かよ。それがこんなうさんくさくなっちゃって。お前に言われたくないよ。知り合いだったの？ケンジさん、なんでこいつらを連れてきた？八神くんは私のそのボーイフレンドというか。お、こくった。違う、照れんねくない。なんなんだこいつら。で、どういう事件だったんだそれ。10年前、森田健二生のお兄さんがね、母親の首を絞めたの。なんで。介護殺人。母親は70歳過ぎで重度のアルツハイマーだった。認知症の介護をしてたのか。ああ、重度の認知症患者は目を離せば何をしでかすかわからない。料理をすれば火はかけっぱなし。週に3日は夜中に外を徘徊した。それを施設に入れたくてもどこも順番待ち。結局検事生の兄がずっと一人で母親を見てた。責任感の強いお兄さんだったみたいね。仕事も辞めてお母さんと同居。忙しい検事生に負担をかけまいとしてた。だからろくに休めず眠れず、それを事件が起きるまで7年も。でもな、そんな息子に母親は毎日暴言を吐いたり暴力も振るったんだよ。なんでそんなことを。全員ではないけど、認知症特有の症状よ。環境や薬で抑えられる場合もあるけど、うまくいかない時もある。そして事件が起きた時、検事生の兄はノイローゼに続いてた。多分もうずっと前から限界を超えてたんだろうな。その結果起きたのがこの事件か。犯人は事件の後どうなった？ああ、母親を殺した後自分も首を吊ったが未遂に終わった。そのせいか執行猶予がついて。じゃあ今は。でも結局は翌年に自殺してる。なんてこった。身内が事件を起こしたことで検事生はしばらく中央から外されてた。でも今はもう済んだこととされてるみたい。あの人が優秀なのは誰もが認めてるから。検事生にとってアルツハイマーは自分の家族を苦しめた仇か。そうなのかもね。もしアドデックナインがあれば悲劇を防げてた。そしてこの先起きる同じような悲劇もアドデックナインが完成すれば防げる。だから検事生は向こう側についた。金で動いたわけじゃねえ。保身のためでもねえ。てめえの正義のためってわけだ。わからなくもないかな。あ、そうか。え、正義のためなら何人殺しても構わないって。綾部を冤罪にして恵美ちゃんの死は見て見ぬふり。大久保君も見殺しだ。それでも新薬の方が大事ってことか。それを正義だって言うのか。冗談じゃねえ。森田に正義があるならこっちにもある。俺は連中に踏みにじられた人たちを守る。殺された恵美ちゃんの無念を晴らす。なるほど。なんだよ。ああ、いや、お前元弁護士ってのは本当だったんだな。元じゃない、バッジはまだ持ってる。そうだったな。もうギャンブルはやめとけよ。あんたには向いてねえ。うるせえ。
この書類、私より八神君が持ってた方がいいと思う。ターボ、真冬ちゃんのことしっかり送ってやれよ。あ、ねえ、沙織のとこに寄ってっていい？うん、いいけど、なんで？あの子、私と八神くんでいると嬉しそうにするし。なんだそりゃ。まあいいよ、俺も今夜のこと沙織さんに報告しようと思ってた。どうして？軌道をカムロ町に誘い出したの沙織さんなんだよ、ハニートラップで。何それ、嘘でしょ。え、お、あれ、八神さん、こんな遅い時間に。あれ、おやおや、何してたのかな、お二人さん。何って、そんな。やっぱ帰るか、真冬。あの、木戸の件、その後どうでした？ああ、でもその前に二人、何してたのか聞きたいね。何って？星野くんが。あーっと、誤解なんです！いや、誤解じゃないか。いや、誤解か。次、また頑張ろう。案外まんざらでもなかったんだな、沙織さん。